フナッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、 YouTuber の皆様、お元気ですか？フナピーも元気ですよって言った感じでやっていきますね。はい、今日もフナピー島パトに行ってまいりました。ロードオブザ島村、ムムさんの新作を購入してまいりました。はい、こちらですね、ロゴプリント T シャツでございます。商品情報はこちらでね、お店ではムムさんのタグと写真が目印でございます。サイズ展開は店舗オンラインとも ML、LL がございます。カラーバリエーションはこちらのホワイトとグレージュがあって、フナピーは肌なじみの良いホワイトを選びました。こちらコットン 60%、 ポリエステル 40% で、コットンの風合いを残しつつ柔らかく肌触りの良い素材の T シャツでございます。ホワイトなので若干ね、透け感は気になりますかね。大人女子としてはインナーは必要かと思われます。まあね、濃いめのね、下着でなければ大丈夫じゃないですか。そしてこのさりげない筆記体のロゴがポイントでございます。意味はプロムシン、将来有望、頼もしいっていう意味なんでございますね。ちょっと照れます。ネックラインは横に広いボートネックで、肩の切り替えのないドルマンスリーブの半袖に、袖口は外側で折り返し処理されております。裾は前後差ある裾でグッドでございます。そしてフナピーはインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。ではこちらロゴプリント T シャツでコーディネートしてみたいと思います。はい、カーディガンはひなさんのロングカーディガンに、ボトムスはユミさんのタルバイユミのラップ風リボンスカートに、履いてる靴はムムさんのチェンローファーで、モノマネコーデをしてみましたが、ムムさんのこのポーズはフナピーにはできません。フナピーがやるとヒロシです、ヒロシです、フナピーですになってしまいますがな。つらかった。はい、カーディガンを脱いでアウトにしたらこんな感じ。ちょっとね、中に入れていたのでシワが目立ってしまいましたね。去年の夏もムムさんのドルマンスリーブの T シャツを購入したのをついさっきのように思い出されます。デイリー使いにめちゃくちゃヘビーローテして着用したんでございますわよ。そしてこちらのロゴプリント T シャツでございますね。ネックラインは横に広いボートネックのようなクルーネックでございます。なのでお顔周りはすっきり見えます。お袖はアームホールが広く、袖口に向かって細くなるドルマンスリーブの半袖となっております。袖口が外側に折られて縫製されておりますので、落ちてくる心配がないのもようございますね。そしてゆとりあるドルマンスリーブで、フナピーの気になる二の腕も気になりません。そして袖口も広がりすぎない袖口で、手を上に上げても
脇が見えるようなことはございません。フナピーはこちら LL サイズで、 T シャツだからもちろんストレッチ性もあり、テロンとした柔らかい生地で落ち感もあり、身幅も程よいゆとりがございます。なので気になるラインを拾いにくいですね。こちらはこんな感じ、ちょっとここら辺こうしちゃうと目立つかな。前後差ある丈で、フナピーは164センチで、丈は前後差のある丈で、前はぽっこりお腹がしっかり隠れ、後ろはヒップがギリギリ隠れる絶妙な丈でございます。はい、次行ってみましょう。モスグリーンのジャンスカの深 V ネックからロゴをちら見せしたカジュアルコールでございます。 T シャツの生地が厚くないので、ジャンスカに響くことなく着用できました。はい、次行ってみましょう。ひなさんのストライプシャツワンピを羽織り、ロゴとリンクさせた GU のフロントスリットタックで、すっきり爽やかなちょっとそこまでのデイリーコーデにしてみました。はい、次行ってみましょう。ボトムスはムムさんの綺麗めな花柄のマーメイドスカートと黒のパンプスにジャケットを羽織れば、カジュアルなロゴ T シャツも綺麗めコーデになります。はい、これでフナピーのシモパトアンドコーデネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。はい、フナッはいかないよ。終わりだよ。やっちまったな。はい、これでフナピーのシマパト。もうね、いろいろありますわね。